はい。ではですね、信長の野望大使ウィズパワーアップキット。これは5000、軍友シナリオの成田家編で第2話ですね。はい。ご視聴いただきありがとうございます。では、こちらね、ちょっと戦争を仕掛けてあったので、こちらの方ね、向かっていきたいなと思います。まあ、ここを封鎖すると、こっちにね、ちょっと、厳しくなっちゃうんですけどね。とりあえず、攻めましょう。遠いところは、やめましょう。22日がやめましょう。あとは、16はちょっと遠いかな。じゃあ、6部隊ぐらいで、兵の方が、上限は8000だったので、8200持っていきます。上限8000ぐらいですね。確か当たるところがね。そんな気がします。ここ。8600。8600。もう少しですね。もう少し。8600。8700、9200持ってきます。出陣するぞ。あれ来なかったの？来ないの？さっき来るって出てたよね。さっき来るって出てましたよね。しょうがない。これで9500持ってきますか。これなら出てきてくれるんだったら、出てきてもらったら楽ですからね。じゃあ進めます。あ、日数的に間に合わなかったから出てこなかったところですね。はい、わかりました。勝ちは揺るぎません。ありがとうございます。負けるわけには。これトッピロかな？あー、これ10日ぐらいかかるパターン？あ、そっか。この時代はね、軍友集結、仮想シナリオの軍友集結は、そうだ、兵がいっぱい、武将がいっぱいいるから、守れちゃうんですよね、確かね。はい、じゃあ、兵糧買います。あ、失敗した。じゃあ、ちょっとだけ打っとく。はい。では、次行きます。赤子の手をひねるようなものよ。かたじけない。いざ参ろう。ではね、ここのね、本桜ですね。行きたいなと思います。本桜合ってますよね。あ、元桜ですね。元桜ね、行きたいなと思います。強行21日ですね。じゃあ行きます。本田さんとはあとどのぐらいだ？交渉で。あと同盟は4ヶ月。4ヶ月だけど、あれだ。同盟延長する気はない。はい、本田さん。あ、そういう人なんですね。本田さんわかりましたよ。報告いたします。ご命令を。では、取引を行いましょう。かしこまりました。で、ちょっとだけ打っときます。ちょうどね。ずるいね。北条さん。勝ったぞ。勝ち時をあげよう。北条さんがその気なら、こっちはね、あれですよ、もう。かたじけない。北条さん、攻めに行きます。行くぞ。前進せよ。強行33日、いいですね。報告いたします。先月の収支です。表情を始めよう。かような策はいかがでしょうか。対面30あるんで、商業もあるんで、軍事論議ですね。あ、45がいる。これにて表情を終わる。提案力とこっち、どっちの方がいいんだろう。ちょっと絶好調な。多分効果大きいと思うんで、絶好調。で、これ兵糧がね、減少するのは取れるんで、減少を取っときます。あー、120あれば。あー、全然足んないね。はい、このぐらいで終了しておきます。では、闇取引をね、やっていきます。皆の力、合わせよう。取引を行いましょう。変なの買っとかないでください。はい、ありがとうございます。じゃあ、母兵ですね。ほっほっじゃあ、こんな感じでね、進めていきます。使いの者が来たようです。あ、従属してくれる。じゃあ、従属のはいいですね。従属してくれればね、かなりお得です。じゃあ、行こうか。宣戦布告、こっち行くんだけど、佐竹は16,700。16,700 ですね。出ますね、16,700 ね。じゃあ、先生に報告します。我らの力、見るがよい。助立ちいたす。手を貸しましょう。ここは、ダメだね、負けちゃうね。どっちなんだろうね。こっちとこっちね。わかんないね。あ、ここは、いいじゃない。さすがに3万も持ってきたくない。2万。守り上げ、22,000持ってきましょう。22,000持っていけば多分結構いけるんじゃないのかなと思います。皆の者、我に続け。報告いたします。じゃあ兵糧を買いましょう。月中闇取引で兵糧を買います。取引を行いましょう。ああ、失敗した。じゃあ、ちょっとだけ兵糧を打っときます。まあ、こっからもね、走って、こっからも、ここら辺、こっからも走れますから、走って包囲できますからね。いけるかな。これ買っているはずです。この志、決して砕きはしない。勝ち戦だ。勝ち時を上げよう。はい、これで、参ります。こっちはどうだろうね。こういう感じで行かれたら間に合わないですけど。後に続け。でもどうだろうね。こっちも早いからね。微妙なところで買ってるんじゃないのかなと思うんです。こっちはどっちから出すのがいいんだろう。あ、ここからだったら1個か。1個、じゃあここから出します。岩槻からね、出していきます。こんな感じですね。我に続け。で、ここから走り抜けれれば3日。我に続け。で、こいつは。いざ参ろう。こら辺にちょっと走っておきますか。我に続け。で、こんな感じかな。この300は、どの道、こっちが、どの道間に合わないと思うんで、まあ、こんな感じでね、行きます。この城。はい、走り抜けましたね。はい。じゃあ、ここですね、行きます。さあ、府中はどう出る？あ、府中走り抜けれましたね。打ち砕くのみ。参ります。ここはどうだろうね。進みます。多分ここは相手の早いんじゃないのかな。多分もうここぐらいまで来てるはずなんですよ。ここぐらいまで。で、1、2でしょ。うん。多分ここら辺はもう間に合わないですね。間に合えばね、ラッキーなんですけど、間に合えばもうこっちまで取れちゃうんですけどね。いきます。あ、こっち間に合いましたね。おお、いいですね、いいですね。かたじけないことです。で、これは返します。いらないですね。間に合うか。あ、間に合った。立ちはだかるなら、打ち砕くのみ。これはいいですね。かたじけなし。こいつがあと9日、ここから行けば何日だ？参ります。9日。進みます。うん、同じ9日だったらこっちをこっちに走らせますか。前進せよ。47日。で、ここは間に合ったってことはもうこっちを間に合いますよね。同盟切れになりましたね。報告いたします。で、ちょっと本田さんにもう一回延長できるかどうかお伺いを立てていますけど。うん。お伺い立ててもできなかったですね。はい。ではね、歩兵しちゃいましょう。一気に歩兵でできますね、今回ね。と、これ兵出して。かしこまった。これも、足軽を減らして。かしこまった。いやー、だいぶ時間短縮できてよかったです。かしこまった。そうですね、こんな感じですね。ではね、開発でちょっといらないものをね、撤去していきます。施設選択でね。かなりいらないものはね、あるはずなんですよ。準検所はとりあえず。これはいらない防御。施設選択。決定で。撤去で。人権じゃ取っといて、忍びの里はいらない。この辺いらない。茶屋町もいらないんですけどね。まあ一応あっても損はしないんで、これをね、撤去しておきます。で、あとは部分的にいらないものをね、ちょっと見ていきます。最初のここら辺の段階ではしっかりといらないものを処分していかないとね。どっちみち、あとあともう使わなくなっちゃいますからね。ここは12,000なので、新設で、準検所立てておきましょう。ここで、潰したいですからね。まあ、12,000いるのかな。でも、このぐらい時間あれば、なんか12,000ぐらい貯めてたと思うんだけどね。あ、いそうですね。西郎や、と、13,000、4,000ぐらいいますね、多分ね。うん。じゃあこんな感じで。あ、そうだ。これをね、もう中。やっときましょう。かしこまった。闇取引で表を変えます。取引を行いましょう。ちょっと打って。かしこまりました。表を買って。こんな感じですかね。商業施設もじゃあ進めておきましょう。かしこまった。まあ、1,000円ぐらい残ってれば何か建てるでしょ。建物をね。では進めていきます。これ勝てると思います、大田城ね。あれ ?13 人これは籠城するね。強行16日ですね。ちはだかるなら打ち砕くのみ。はい、3人ね、武将ね来ました。ありがとうございます。かたじけない。で一応こいつも走らせておこうか。一応ね、後に続け。こっち適当に作った部隊のはずなんですよ。ああ、でもそれなりに強いか。どうなんだろう。まあ、とりあえず。報告いたします。表情を始めよう。かような策はいかがでしょうか。対面当たりる。商業をとりあえず取って、あれですね、商業を毎月2個進めれるようにね、しておきたいですね。これにて表情を終わる。あ、2個じゃ3個ね、いけるようにね。ここまで取りたいですね。あ、でも、兵糧割引、米流通。これ欲しい、欲しい、欲しい。ゲチよ。で、米流通はもっと増える、なんかね、もうあったので。それもね、どんどんね、取っていきたいですね。まずは商業を進めて。かしこまった。と、対名で闇取引を進めて。皆の力、合わせよう。で、取引を行いましょう。兵糧を買って、ちょっとだけ売って、で、兵糧をね、買えるだけ買い占めて。はい、ではね、進めていきたいなと思います。あれだ。その前に。ちゃんと毎月、防衛してくださいよ、とってなんかね、コメントいただきました。はい。ね、毎月ちゃんとやらないから、ね、忘れてしまって、変になってしまうということをね、ご指摘受けたのでね。あ、ここ行きたいね。ガンモさん、行けるんじゃないの？ちょっとガンモさん、ちょっと落ち着いてみますか。我らの力、見るがよい。不義の戦で世を乱す者、我が義の刃をもって成敗せん。ああ、結構みんな乗っかってくるね。結構乗っかってくるね。こんな乗っかってくるんだったら、本田さん、同盟結ぼうよ。いや、こいつは、こっち行きゃいいんじゃないの？ここら辺、うん。取れるんじゃないの？出陣します。あ、行きますか。強行23日。で、あとは、ガモさんなんか集まってるよね。ああ、こっちとも戦争中。じゃあこっちもちょっと出しましょう、部隊を。じゃあこっちも一番は厳しいな。7200。出陣するぞ。手を打とう。ちょっとここら辺ね。3900。いやいや、3900。そんな低いところから当たりたくない。こんな感じで。ね、出陣するぞ。遠回りしてね、行きます。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。はい、ではですね、兵糧を買いましょう。取引を行いましょう。あー、失敗した。じゃあちょっと兵糧打っておきましょう。じゃあ進めていきます。赤子の手をひれるようなものよ。はい、ということで、ね、佐々木さんね、加わりました。あー、またちょっと、手紙は足りないよね、これだもん、絶対的にね。3400。こっち7200だし大丈夫ですね。行くぞ。もう兵が枯れてますね。これが4600で来る。じゃあ部分入場しましょう。部分入場して。265。で、合流します。前進せよ。4700で、これだったらいい感じでいけるんじゃないのかな。4600守り上げ。厳しい、ね。前進せよ。じゃあもう一部隊出しましょう。ここら辺からね。ここら辺から吉重さんがいる、部隊で7000。7200。進め、行くぞ。じゃあ5詰め的な感じでここにね出しておきましょう。進め。そうすると多分ねこいつもなんか悩むと思うんだよね、うん、はい、進めていきます。じゃあ強行70にしていきます。はい、ということでね、ちょっとね、キッチンタイマーはね、セットするの忘れちゃってたら、結構ね、長くなっちゃったのかな。うんうん。申し訳ないなと思います。はい。ではですね、第2話はですね、この辺でね、終了したいなと思います。あとはね、内政の方をね、やって、2話ね、終了になります。歩兵ですね。歩兵をして、しっかりと歩兵してね。あとは商業で取引をね。ありがとうございます。で、米ちょっとだけ売却していきましょう。はい、ということで、このぐらいでね、終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。